はい、今度はですね、数研出版のネクスト数学2のですね、66ページの29番の問題からちょっとやっていこうかなと思います。で、どの問題かっていうと、1の3乗根のうち虚数であるものの一つをオメガとするとき、次のことを示せと。1の3乗根は1オメガ、オメガ2乗であるということなんですね。で、1の3乗根ってことは x の3乗イコール1だよねっていうことを言ってるわけですよね。ってことはこれって x の3乗マイナス1イコール0で、これ因数分解してもらって x マイナス1 x の2乗をプラス x プラス1イコール0ってことはこれかこれが0だよと言っているわけですね。ってことはまず、1の3乗根はまず1だよねと。これ x マイナス1イコール0なんでね。で、次にこれですよね。x の2乗をプラス x プラス1イコール0。で、これをまあ解の公式に入れてあげるとどうなるかっていうと、2分のマイナス1プラスマイナス、ルート3i ってなるよねと。うん。そうすると、まず1の3乗根っていうのは、1と2分のマイナス1プラスルート3i っていうのと、2分のマイナス1マイナスルート3i になるよねと。で、虚数であるものの一つを、まあ、どちらかオメガとすると、まあ、やってみましょうか。で、これをじゃあオメガとした場合、オメガの2乗っていうのはこれの2乗になりますよね。2分のマイナス1プラスルート3i と。で、これを2乗するとどうなるかっていうと、4分の、で、上ですよね。上はマイナス4。マイナス、そうですね、マイナス4、マイナス2ルート、マイナス4じゃねえか。3で、マイナス1のマイナス3だから、マイナス2だよね。うん。そうだね、マイナス2の2ルート3i と。で、これっていうのは2分のマイナ1マイナスルート3i、要するにこれを2乗したらこれになるよねと。じゃあ今度はオメガのオメガをこっちでやった場合どうなるかっていうと、2分のマイナス1マイナスルート3i の2乗で、これも4分の、で、これが、1マイナス3になるからマイナス2。で、ここプラスか。ごめんなさい。ん？あ、いいのか。で、プラスか。プラスのルート3i、あ、2ルート3i になると。で、これで2で約分できて2分のマイナス1プラスルート3i というふうに、どちらも2乗するとまあもう一つの解になるというのがこれで分かったかなと思うんですね。うん。で、1はまあ最初にね、もう素直にこう答えが出るので、よって、よって1の3乗根、今は1オメガオメガ事情であると。なんかこれおかしいな。うん。であるというふうに言えるわけですね。うん。で、次ですね。オメガの事情プラスオメガプラス1イコール0だと。で、カッコ1よりですね、x のx の2乗マイナス1
イコール x マイナス1、x の2乗プラス x プラス1、よりですね、x の2乗プラス x プラス1イコール0であると。よってまあこれの解っていうのはさっきオメガっていうのがあったんでね、オメガは解であるから、オメガの2乗を、ああ間違えた、オメガって書いてある、オメガプラス1イコール0ってなるよってことですね。